無店舗とかで、ね、の FC に加盟された方非常に多いと思うんですよね、これ。で、一つのちょっとだからノウハウ的なものをお教えしたいと思います。フランチャイズチャンネル。月間目標が達成できません。はい、これはとあるフランチャイズのオーナーからの、相談に乗ったウェブで面談したやつですかね。はい。で、まあたまにはこういうノウハウ系のやつも。これは無店舗系なんですよ、このね。無店舗、まあ、お掃除じゃないんですけども、お掃除に似たような。本部からは、営業目標を持って、顧客を開拓するのが大事なんですよ、みたいなことを言われて研修を受けたんだけど、まあ、さっぱりその通りいかないと。まあもちろんやることもポスティングとかね、そういうレベルのことなんですけど、まあこの方はそれで非常にやっぱり自分自身が問題で、やっぱり自分が弱いんですみたいなことをおっしゃってですね。ほう。まあもちろんビジネスモデルも決して強くはないですよだけどまあやれば取れないもんじゃないんですよ、うん、でもやろうと思うんだけどやっぱりやれないっていう、うん、これ無店舗とかで、ね、の FC に加盟された方非常に多いと思うんですよね、これ。で、一つのちょっとだからノウハウ的なものをお教えしたいと思います。元になってるのはね、トータルサービス、今の トータルリペア、まあ社名変わりましたけどアミークスだったのかな、あそこで習ったものなので、おそらく山口社長のオリジナルなのか、山口さんがどっかで習ったのか分かんないですけど、目標前倒し設定法というもので、目標前倒し設定法というもの、これがね、無店舗系の商売とか、あるいは小さな規模の、まあ、焼き鳥屋とか、僕の中ではね、一回ね、歌謡曲バーではやってみて効果がありました。で、これどういうものかっていうとですね、基本的には例えば月間目標が25日営業で300万だとするじゃないですか、はい、300を20で割ると、うん、1日15万じゃないですか、はい、15万を20日で達成するわけじゃないですか、はい、そういうふうに1日目標を15万っていうふうに決めるんですね。ほう。で、15万をやれたら丸、うん、やれなかったら×っていう感じで、うん、こう毎日星取り表を組んでくるって、それだけなんですよ。ほう。全てのものを前倒しするっていう発想にするわけだから、年間目標もまず12ヶ月でやるんじゃなくて10ヶ月でやるっていう風に立てるわけ。10ヶ月分のやつをまた今度は月で落としたやつを今度は日で、今度は25日じゃなくて20日でやるってするわけ。そうすると実際には年間目標のやつのまあ大体 1.5 倍から2倍ぐらいやる形になってるわけですよ。それを目標として、で毎日勝ち負けをするとこれ大事で、そうするとね、なんかうまくいって勝つ日も必ずあるんですよ、うん、で、それで結構モチベーションが上がってですね。で、仮に×だったとしても、これは前倒しの目標なんで、そこまでモチベーションが落ちないんですね。うん、これが日の目標にしちゃうとね、仮に例えば250万で25日で、1日10万だっていうふうにやると、もう3連敗すると、もう今月は達成できないんじゃないかみたいになるんですよ。うん、そこをそうじゃなくて、とにかく前倒しで高めの目標にトライしていくって、まあ言ってみればそれだけなんだけど、まあそれでやっていくだけでね、全然やっぱりね違うんですよね。自分自身ので、営業するもの、小さい店、歌謡曲バーの時なんかはね、これで随分変わりました。売上の目標が実際にはそこまでなくてもいいんだけど、やっぱり高めに設定して、それは別にそのこういう設定法でやってるよってことは言っていいんですけどね、勝ち負けにしていくということでモチベーションは上がりましたね。そうじゃないとね、本当に月の目標を日で割るとね、もう後半とかもいかないっていうふうになっちゃうんですよ、うん、仮に月でビハインドしたとしても、この月の目標自体が前倒しになってるからという、まあそういう心理になっててね、弱い自分みたいな人ことをこう、うん、それに打ち勝っていくやり方としてはね、非常にいい方法だと思いました。で、実は目標設定っていろんなやつがあって、僕一番すげえなと思ってるのは原田先生って知ってます？ああ、はいはいはい。あれが一番すごいと思います。へえ。で、あれツールにもなってて、ノートもあって、あの通りにやったらすごいこと起きます。でも、大体僕の感覚だと200人に1人ぐらいしかできないんですよ。本当のストイックなアスリートみたいな人だったらできるんでしょうけど、できないから僕は普通の凡人であれば、まあこの程度のその前倒し設定法ぐらいでやるのが一番いいんじゃないかというふうに思います。